認知症になったら人生終わりだと思っていた。ここに来るまでは。豊子さん、僕のこと覚えてますか？あ、お兄様大丈夫だから。何叫ぶってんの？皆さんに来ていただき本当にありがとうございました。怪しい同士好きじゃないからいい。山下の川のお兄さんおるさんだよ。いいだろ、それスズメ。東京が出てきてこんにちは。首が落ちちゃったんだよね、うん、私がお父さんでもありお母さんでもありお姉さんでもありみたいな。私これが好き。うん、よかった。利用者さん同士も比較的仲いいですもんね。違うんだよ、違う違う違う。あのさ、ゆっくりでいい君に何ってついてんのここ何なのかなと思って。世界からも注目されるアオイケアの1年間のドキュメンタリー。僕とケア人とおばあちゃんたちと。